うわマジかよ。マジでこれ大丈夫、これこれちょっといろいろ問題かもしれないということで、じゃじゃーん。皆さんこんにちは、一岡元気です。ということでね、大好評中の元気先生のね、科学おもちゃコーナーということでね、こちらはですね、僕がね趣味で買った科学を応用したねおもちゃをいろいろと紹介していく番組となっております。前はですね、コイルの作用でこう鉄球がね無限に走るね装置を紹介したりとか、その後はですね電気ガンを紹介したりとか、その後はですね火炎放射を紹介したりとか、次はねこちらですね、このでっかいもの海外からね届きましたので、皆さんと一緒に見ていきましょう。ちょっともうボコボコになってるんですね。はい、ね、やばいっすねこれね。開封していきましょう。さあさあさあ、うわお、やば、手作り感満載。なんかすごいごついものが入ってたんですけど、ドラゲナイドラゲナイってやつ。大丈夫なんでしょうか。なんかカラカラいってるけど、すげえ溶接の跡。やば、新品で買ったのにもう塗装剥げてるし、マジでこれ新品ということで、じゃじゃーん。よくわからないもの出ました。でも明らかにヤバそうな形はしてますね。とりあえずここになんかハンドルらしきものが入ってるので、ハンドルつけときましょうか。え、ハンドルをつけるってどこにつけるのこれ。おー、しかも見て見て見て、ネジやばくない、浮いてる、入りきってない。止めてみるぞ。あ、無限に回るネジね、よくある。出てきたよ、出てきた。これちょっと大丈夫かこれ。こんな機械使って事故起きないか。ちょっと待って待って待って、ちょっと見て、完全にパーツ外れちゃった的なやつある。はい、見てください、ここに電源がありますからね。ちょっとオンにしてますよ、スイッチオン。うお、かっこいい。これをどこに、こういう時は商品ページを見てみましょうね。若干違うので、穴がこれ2つあるんですよ。完全にこれ中古だよね。だってここ見て、これここのへこみ具合というか、これこのネジの取り具合というか、ちょっとこれクレームだ、トリガー外れてんだけど。いや、トリガーとしての機能をなさないね。動いた、なんだよこの車の挙動。怖、ちょっと待って、スイッチ入ってないのにウィーンって動くって不思議なこともあるもんだね。でこれ使い方はですね、多分チタンパウダーを入れて、チタンの方はね低温で燃えるんですよ。なので安全な熱くない炎の火花が出る銃みたいな感じらしいので、絵でしか見てないんですけど、本当にそうなるのかやってみましょうか。少量でね、で一応消火器も用意してね、あちらも消火器用意してね、行きましょう。じゃあ行くよ、スイッチオン。ん？もう入れたものが下からダダ漏れするっていう、ちょっと怪しい感。まあいっか、ちょっとやってみるか。行くよ、怖いな、めっちゃ怖いな。行きます。これちょっといろいろ問題かもしれない。ちょっと映像にできるのかどうかね。ここ入れてみる？ここ入れるとこじゃねえのかな、本当に入れるとこで合ってんのかな。もう一回いくよ。お、あ、来た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 。お、あ、すげえすげえすげえ、来た来た来た。ただちょっと待って、手の方にもあの火花が散ってくる、たまにね。真横にいけるじゃないですか。これちょっと暗くしてやってみようか。もうちょっとここに入れます。あ、入れすぎた、やばいね、失敗したなこれ。大丈夫かな、だってキャップ閉まんないくらいにあれだよ、入れちゃってよ。行こっか、行きます。おお、おお、来た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 、おお、すげえ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 。あ、出てる出てる出てる、あ、いいねいいねいいね、めっちゃ熱いけど、え、燃えてんなこれ。そういうことか、分かった。マイキー、ちょっとそこ立ってみてもらっていい？どう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 、熱くない？熱くない、マイキー強え強え強え。これすごい、見て、もう火事。やばい、完全にあのこの中が溶鉱炉になってるけど大丈夫か。だってさ見て、全体からこれ煙上がってんだけど。
ちょっとちょ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 、いっぱい煙出てる。うわーマジかよ。マジでこれ大丈夫これ。すげー燃えてるもん。しかも金属が燃えてるからね。金属が燃えてるから水をかけちゃいけないっていうね、基本的なね、結構ありますからね。一旦あれか、二酸化炭素で消火するか。まあ、チタンパウダーって言ってね、200度くらいのね、すごい低温花火で手とかに触れても大丈夫だねはずなんですけどね、いっぱい集まるとね大変なことになるみたいです。ちょっと皆さんもね、火の扱いにはお気をつけください。いや、こちらもね消火できまして、いやこれマジで、ちょっと皆さんもね興味本位でいろいろ買ってみることあるかと思いますがね、いろいろとね安全がね確保できるようにね、いろいろ考えてからね実験しないと危ないですね。ちょっとさっきからね、いろいろやってたんですけど、何が起きてかったかっていうと、一回火がついたね、チタンパウダーが消えずに、ずっとこの中に居続けるっていう状態でした。なんでね、無理やりね、ドライアイス、CO2 炭酸ガスでね、消火しましたけど、このまま消していなければ、こいつらが熱いまま、そしてここにリチウムイオンバッテリーが絶対入ってるわけじゃないですか。大変なことになると。やばい。こんなね、よくわかんない商品はね、買わない方がいいと思います。はい、ということでね、本日の実験いかがだったでしょうか。これからもね、これにめげず安全に実験していきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。あと Twitter、TikTok、Instagram でもね、こういう情報を先に出してたりすることありますので、ぜひそちらの方の登録もお願いします。